はい、それでは電池に取りましたので行きましょう。 GT クラスの第5ヒートスタートいたします。さあ注目の一種目、風景は原選手を筆頭にレースの方進行しています。その原選手、予選の第1ラウンド暫定5番手の選手。さあちょっと1コラにミスがあった隙にトップ変わった模様。カズキの3番が浮上、いや違う、カズキの5番わら選手がこの周回トップになった。キーがフラット、現在連続試験先頭を走るマシンですね、レッドのマシン。わら選手が現在レースリーダー、デスラップ11秒320と思いきやちょっと外周の入り口です。スタックしてしまった隙にまたトップ変わった。さあ上位3台急接近、計測台に向かってきます。この3台がトップ争い、バックスライドに入ってきます。トップ4コース原選手、パーゼッケン4番、ベストアップ11秒420、赤いマシン、そしてその後ろ白いマシンが現在2番手 0.3 秒差で続いています。パーゼッケンさんは佐藤田選手ですね。残り時間まもなく50秒。走行時間残り30秒。上位5選手が7周クリア。走行時間残り10秒です。原選手これで10周目に入っています。残り3秒、2コース5です。1コース6コース5、2コース1コース6コース5です。4コース5、これで全車5ですね。トップゴールはカーゼッキ4番原選手でください。はい、11周2分7秒240でフィニッシュです。